実りのある実績を重ねて、これからもしっかりと国を支えていきたいと考えております。私たち北海道は黒竜江省、遼寧省をはじめ中国各地域との友好を育んでまいった立場であります。日中両国がお互いの経験を参考にしながら、地方の経済振興、観光振興、あるいは強靭な社会づくりのため、共に知恵を出し合い、有効な対策を講じていく。大切なことは、両国の戦略的互恵関係を目に見える形で実行に移すことであると思います。両国の協力の可能性は大きく広がっていると言えます。我也希望大家在下边的讨论当中各自谈出自己省份的优势，日本的县，中国的省。